最年少での二冠獲得まであと1勝と王手をかけた高校生の藤井聡太棋聖が挑む将棋の王位戦第4局が今日午前福岡市で始まりました。これから第61期王位戦七番勝負第4局行われます。藤井棋聖その姿を見せました。おはようございます。おはようございます。王位戦第4局の舞台となる福岡市中央区の大濠公園能楽堂には朝から将棋ファンが訪れていました。第4局は午前9時に始まりました。能舞台の上に畳を敷いて特設された対局場には木村一基王位、藤井聡太棋聖ともに羽織袴姿で現れました。挑戦者である藤井棋聖はこれまでに3連勝していて、福岡での第4局に勝利すれば最年少での二冠獲得、さらに最年少での八段昇段となります。注目の第4局は今日と明日の2日間行われます。